私もつけておりますが、この布マスクは使い捨てではなく、洗剤を使って洗うことで再利用可能であることから、急激に拡大しているマスク事業に対応する上で極めて有効であると考えております。全国で5000万枚余りの世帯すべてを対象に、日本郵政の全住所配布のシステムを活用し、1住所あたり2枚ずつ配布することとします。